スーパーストラットサスペンションとは、トヨタ自動車が開発した自動車要項、性能サスペンションである。略称は、SS サス。1991年に、AE-101 型、カローラレビン、スプリンタートレノに、初めて採用された。マクハーソンストラット式サスペンションを、ダブルウィッシュボーン式サスペンションに対抗し得るように、改良したもので、サスペンションがストロークする際に発生する。 キャンバー角変化を抑え、操縦安定性や旋回時のグリップ限界を大幅に高めている。もともとマクファーソンストラットだった車両に対し装着可能なものが要求されたが、その条件を見事にクリアした。マクファーソンストラット式の L 型ロアアームに対し、スーパーストラットはロアアームを2分割しており、その一方にキャンバーコントロールアームを装備し、 そこから特殊形状のストラットとつながっている。これにより、仮想キングピン軸がタイヤ内に設定され、キングピン角を14度から6度へ、スピンドルオフセットを 66mm から 18mm へと大幅に小さくすることができた。その結果、LSD 装着のハイパワー FF 車に顕著なトルクステアを提言している。ボールジョイントを積極的に用いたことで、 合成確保と摩擦低減を実現している。キャンバーコントロールアームが、ロアアームの動きを規制するため、タイヤがバンプするときには、アップライト上部が内側に引き寄せることで、キャンバー角はネガティブに変化する。なお、ストラット本体の傾きは、マクファーソンストラット式とは逆になる場面もある。様々なメリットがある反面でメリットもある。一般的なマクファーソンストラットに比べ、 バネした重量が重くなり、車種によっては最小回転半径も大幅に大きくなる。打角が大きくなるとそうだに違和感を覚える領域もある。さらに、短いキャンバーコントロールアームの有効稼働範囲が狭いため、サスペンションのストローク量も少なくなる。また、キャンバー変化に独特な癖を持つ影響で挙動が安定する、車高領域が狭いことから、 大ストロークを要求される走行環境などには不向きである。蒸気デメリットは路面状況の変化が少なく車速の低い一般車では問題とはならなかったものの速度も速く特に限界性能が求められるレースの現場ではベストとされるセッティングの幅が狭く柔軟性を欠くことからサスペンションの変更が認められるカテゴリーでは構造が単純でノウハウの蓄積もあり 扱いやすい従来型のストラットに乾燥されるケースも見られた。参考画像、キャンバーコントロールの仕組み、ありがとうございます。